はい、皆さんこんばんは。100円です。ということで今日も愉快な仲間たちが来てます。かおりさんとビグルさんです。よろしく。よろしくお願いします。お願いします。今日は結婚したい女、結婚されたい男が、来てますけどね。ええじゃねえよ。もう結婚してるんですけど。そうだよね、忘れてた。ということで、ゾンビのミッションね、ニューワールド今日やっていきます。なんだったんだ。ビーグルさんがわからない。動画見てないだろう最近。あんまり見てない。こら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 。だからだよ。またこれムービー見なきゃいけないのか。めんどくさい。I'm connected through your direct neural interface in your subconscious. To save humanity, you must open the portal. With your body gone, the only way to do this is to train your mind. Train my mind. トレーニングするって？ん？なんでもない。何です？今ゲームの中で言ってなかった？トレーニングをするんでしょって言ってなかった？言ってなかったです。あ、多分訳し方が若干違うのかな。あもういいよ。精神統一しろみたいなこと言ってたでしょ多分。はい。それどれだけどんどん置いてけぼりになるんだよ。Think back to 2065. You're on a train in Switzerland. I'm heading toward downtown Zurich. I'm Taylor. That's him. Commander John Taylor. 内容はなんかもうあんまりどうでもいいかなって感じ。どうせ多分編集でイベント飛ばされカットされると思います。いや飛ばないよ。They were planning something big.しゃ、久々だなこれやんの。そうですね。BO3 自体久々だな。でもボーダーランズずっとやってたから、FPS はそんな離れてはいなかった。おー。ああ。なるほど。ちょっと待って、これもスキップできるんだ。はい。ちょっと待って、これもスキップできるんだ。よしよし。お、来ました。久しぶり。うわー、超懐かしい。まるでしゃがむ。あ、敵が来た。え、武器、ハンドガンのみですか？そうじゃないの。拾わないとあれ。縛りっていうか、まあストーリー進めないとそうなんじゃないの。あれ、なんで違うやつがいるんだ。なんだこれは一体。すっかりみんな忘れてる。忘れてるよ、もう。そうですね。おーおー。やったー。出た武器。なーにー。やっぱこうなるのか。早い者勝ちです。今でも私の方が先だったのに。こらー、何それ一体。何取った。何か取った。でもね、ハンドガン最強セットあるんでね。あ、そう。あ、なんか武器出てる横に。取っちゃえ。ちょっとなんだ。なんか二丁拳銃になった。じゃあ前のやつ一個落としてくださいよ。落とせんのこれ、前の武器。わかんないです。なんか新しいの拾えばその場に落とす。あれ？おお。なんだ、どこどこどこ。何が起きてんだ？なんだ？なんかボーダーランズやってたから楽しくなってきちゃった FPS が。あ、マジですか？じゃ、近々 FPS 動画とか出ます？出ないけど。出ないの？いや、なんか、人に見せるの嫌だね。個人でプレイしてんの楽しいけど、なんか人に見せるってなると批判来るからいいよ。批判来るんですか？なんかそればっかりだよ。下手、なんとか。BO3 の時確かにすごい書かれてましたよね。なんとかさん。ちょっと、みたいな。違う、なんとかさんと比較だもん。なんとかさんの方がよっぽどうまいですって。なんとかさんと。いや、それはなんとかさんと。なんとかさんの方がうまいやつ。そう、それは。それうまいやつ、世の中いっぱいいる。って思いますか。って
思いました。100円です。そうで、そんなに YouTuber がいたらそれは比べる相手の1人や2人います。それはうまいやつ言いますよ、何でも自分より。そうですね、そうですよ。それをいちいち比べられてた。しかも上手い下手で決まるわけじゃないです。どっちかっていうとどんだけうまく喋れるかな。おお、そう、そこはでも多分そこも負けてると思う俺が。そこがそれやっぱ芸人ほど面白かったら言われないと思うんだよね。喋りの100円ってよく言うじゃないですか。言わないよ。どんなそんなそんな、ね、あの技のなんとか。あ、眠りの小五郎っすか。眠りの100円だ。眠りよ、寝確かに寝てるけど。いや寝てるんじゃなくてね、すぐ寝させるっていう視聴者を。あ、じゃあ俺がじゃなくてね。あ、なるほどね。はい、あれ視聴者を眠りに落とすのが得意な。確かに。でもあれも全てマイクのおかげですよね。マジですか。うん、ぶっちゃけマイク変えたらもう寝なくなったよみんな。いいことじゃないですか。わかんない。あ、後ろにいる。これリロードがないな。リロードショットガン。お、やったショットガン。ありがとう。てか、なんかやっと違う武器が出始めてる。これどうやって武器変えんの。落とさない。スロットみたいなのがこのうち出てくるんで。結構敵ですね。あ、やばい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 、うわー、やられた。抜けられなかった。うるせえ。あ、やられました。どこにいたの。ごめん、ありがとうビーグルさん。角っこにはめられてさ。あ、ちょっと待ってよ。なんでよ、もう。100円さんやられた。ちょっと、やばいやばいやばい。じゃあこれ角にはめられて抜けられなくなっちゃった。ちょっと待って、リロードして助けますわ。なんだよこれ。待って、行かない。なんで。もうブチ切れモードじゃないですか。早くも、うん、ごめんごめん。FPS 得意になったの誰ですか。いや、ちょっと待って。それじゃあ角っこにはめられたらだって抜けられないもん。そこは勘弁してよ。それはあなた、そこどうしようもないでしょ。いやいや、やっぱそこはもう喋りでどうにか。ドミナと喋りで。で、ビーグルさん、バジェットで。バジェット、何バジェットって。バジェット、予算。バジェットで。あ、バジェットね。予算じゃなくてバジェットね。なんか武器の箱とかないでしたっけ。それがどっかあるはずなんですけど、まだ出てこない、ね。それでいつも取り合いになってたね。みんなさ、ちょっと実況してみてよ。どんな感じなのか聞いてみたい。みんながやったらどうなるのか。これが自分の動画だと思ってちょっとやってみて。あ、じゃあビーグルさんどうぞ。いや僕いい。次のウェーブ来たらじゃあさ、始めてよ。はい、どうも皆さん、なんとかわかんないけど始め。あ、じゃあどうぞ誰か。はい、どうも皆さん、100円です。今週はね、あのボーダーランズで鍛えた FPS 力を見せたいと思います。そういう感じでやるんだ。で、どうぞどうぞ、まだ続き、まだカオリさんの番。今日はご飯もたくさん食べて、ミントチョコアイスも食べましたからね。もうバリバリ通していきますよ。ちょ待って、ねえ、カオリさんのあれでいいよ。俺のあれはネタは使わなくていいよ。カオリさん、もう私のネタですもん、これ。ああ、そう。お箱です。ミントチョコアイス。ほら、もうビーグルさん、ビートさん、ビーグルさん、ビートさんって。ビーグルさん、最近俺の動画見てないから、わかんないよ、俺のこと。いや、じゃあ違う、ね、ミートですか、ミート。ミートって何。ミート。何、ミートって。ミートが。あ、ミント。ミートチョコアイス、なんか、肉のなんか。気持ち悪い。こんなとんでもないもの、アメリカンだかと思って。ないよ。あ、じゃあ、どうぞ、かおりさん、ごめん、邪魔しちゃった。もう終わりましたよ。終わりかよ。100円さんについて語ることはもうこれくらいなもんかな。エンターテイメントしてほしかった。100円さんについて語ることだったけど、これエンターテイメントは100円さんに譲ります。うん、今回難しいなエンターテイメントね。やっててて、てじゃあビーグルさん行ってみる。僕最近やってないから。最近エンターテイメントやってないの。
ちょっと、あ、出て、やばい、そんなこと言ったら死んだ。あ、ちょっとリグルさん、あ、かおりさん、じゃあ俺援護するよ。はい、助けてあげて、ビーグルさん。ビーグルシー、はい、あー、もう引っかかった、オッケー、よし。結論はやっぱり難しいってことだね。だからプレイしながらエンターテインするの。そうですね、そういうことだ。そうですよ、僕そもそも向いてないと思って本格的なのやめましたもん。気分次第でたまにやるぐらいの感じしかしなくなって。ああ、それぐらいがいいよね。めんどくさい。いやいやいや。なんかもういちいちそういうエンコードとかいろいろあるのめんどくさくなってもいいやと思って。ああ、それめんどくさいね。あともうなんか何も考えないでプレイしたいときあるじゃん、ゲームさ。ああ、確かに。なんでいちいち感想言わなきゃいけないんだろうってさ。思うときもうそこからですか。そこから言ったらもう。まあそういう時もたまにはある。なんでわざわざ人に動画見せるのに作らなきゃいけないんだろう。なんで俺が金払って買ったゲームをプレイしてるのを見せなきゃいけないんだって思わないけど、そういうふうに思っちゃう時もあるのかなっていう話ですよ。いやいや、見てくれてるんですよ、やっぱね。家のあの Wi-Fi 回線をわざわざ使って。ああ、なるほど。見てくれてるんですよ。そうだね。いや、俺はそう思わないよ。いや、でもそう思う時もあるのかなって、ね、うん、そうですね、うん、やっぱあのタイムイズマネーなんで時間が一番大事じゃないですか。どういうこと？もう その時間を使ってやっぱみんな見てくれてんですよ、はい、あ、そうね、そうね。100円さんの面白い動画をね。いや、それやめてよ。そのさ、ちょこ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 なんかこの胸が痛くなるような発言やめてくださいよ。なんで胸が痛くなるんですか？痛くなる。締め付けられてます。来た。何？あ、これ弾薬プレートです。弾薬補給してるだけ。あれ出てこないな。あ、ちょっと待って、俺さっきの武器最高だったのに。あ、なんでこんな武器にしちゃったんだ。しまった。ちくしょ、ちょっと取り戻れないかな。これ今いけるんじゃないかな。これいらない。まだあるんじゃない。これなんかある？探す方法ないの？これどこで拾ったんだっけ俺。ギャー、拳銃引かんないかな。でも道すがら落ちてるものは私全部拾ってきたつもりなんですけど。お前か、犯人は。俺が落とした武器がないじゃないか。かおりさんが拾ったか消えたか。アサルト違う、なんかね、ピンみたいなやつプシュ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 出してたのよ。違うな、じゃあ私じゃないな。あれ、まあいいや。とりあえず行きましょう。しょうがない、なくなっちゃった。行きましょう。うん。なんかもう変なこと、なんで変なこと言ったらあれだけどさ、考えてなかったから喋ること集中しちゃってさ、わかんないよね、はい、何やってるか。自分で。それは重症ですね。重症だね。そういえばさ、聞いてよ、この前ひどい話あったんですよ。はい。なんかさ、病院にさ行ったんですよ。なんか1年に1回もう30超えると行かなきゃいけないじゃないですか、病院に。で、あ、はいはい、糖尿病だとかなんとか調べなきゃいけない。人間ドックみたいな。あ、まあそんな感じですね。で、なんかまあそれを、要は保険なしでやると、まあなんか2万円ぐらいかかるんですよね、うん、はい。ああ、まあまあまあ払いたくないじゃないですか、払わなくていいんだったらそんなもん、うん、それでまあ病院行って、で最初病院に行くとなんか保険証見せなさいみたいなこと言われるから、はいっつって保険証見せて、はい、それで全部終わったんですよ。したら、じゃあこの請求は保険の会社に送るから、あんたは心配しなくていいわよって言われたから、 OK っつって、はい、あの家にいたら1ヶ月、その検診から1ヶ月後になんか請求書来てんすよ、いきなり病院から。はい。で200ドル、まあ2万円ぐらい払ってくださいって来て、で、なんでこいつ保険にやってないんだろうって思って電話したら、なんか、あ、いや、あんたの保険のね、あの連絡先が分かんないんだっていうわけ、はい。で、うん、渡してんだよね、もうその行った時に。なのになんか分かんないって言うから、うん、じゃあ、あの、電話で伝えるからって、電話越しに保険の、はい、保険会社の情報を教えて、オッケーオッケーっつって。
で、請求するって言ってくれたの。したらまた1ヶ月後にさ、請求書来てさ、今度なんか5000ぐらい増えてるわけよ、お金が。なんかレートフィーみたいな。はい、また電話してなんか、保険の情報ないからとか言ってきてさ、で今度はで俺も、まあ、もうアメリカ日常茶飯事だからこんなのもういいやっつって、はい、今度はファックスで送ったんですよ、スキャンしたやつをね、うん、間違いようないじゃないですか、はい、ただまたそこから1ヶ月後に請求書来て、今度3万円になってるわけ、それが。で、はぁってもういい加減、いい加減さ、温厚な自分もちょっと切れてさ、で、電話したらなんか、はい、いや、もう一回 E メールで送ってくれって言うわけ。いや、今度 E メールで送ってくれって言うんだよ、今度ね。それって、もういい加減にしろ、この野郎と思ったけど、まあじゃあ、うん、と思って、まあ送ったんですよ、E メールで。したら、OKOKOK っつって、はい、分かったって言うから、よし、これでも大丈夫だろうと思ったら、またさ、来てさ、請求書が。また増えてんすよ、お金。また増えて。そう。もういい加減にしろっつって。で、また電話したらなんか、いや、ある、全部情報あるんだと、住所はね。だこれ合ってるか、はい、電話でじゃあ確認しましょうっていうわけ。で、なんかその住所が4、なんか4322なんとかなんとかストリートみたいな名前だったの。で、その数字言ってたらさ、なんか4321とかって言うわけ。数字間違ってんだよ。うん。うん、それでその住所になんか請求書送って、住所がないって戻ってきたからつって、俺にどん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 さ、お金さ、払わせようとしてるわけよ。追加料金が。そうだよ。それでなんか、もう、説明してさ、住所間違ってんじゃんっつって、一回もソーリーって言わないからね、こっちのやつね。マジですか。うん、それは私が要はもらったメールじゃないっていうわけよ。他のやつが住所聞いて書き間違えたんだから私のせいじゃないっつって言うんだよ。すごいよね。ああ、なるほど。アメリカってあれか、だからそういう考え方、マクドナルドの社長とか。私も被害者だみたいな感じだった。そう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 、そういう考えなんだよ。すごいよね。なんかソーリーって言ったらもうそれ自分の非を認めてることだから絶対に言うなって教えられてるらしい。ああ。びっくりするよ。やっぱ100円さんも言わないんですか、自分が悪くても。俺言うよ。日本人だもん。アメリカに住んでて。いや言う言う。ああ。いやなんかやっぱそのお国に合わせてんのかなと思って。いや喧嘩になるでしょそんなことで。でも自分の子供にそういう風に教えたくないですよね。悪いことしても謝っちゃダメだよみたいな。そうだね。わかんそうだね。わかんないね。何がいいのかね。日本には絶対受け入れられない考え。だって俺なんか、うん、あれだよ。人の後ろ通るのでもソーリーって言ってるぐらいだからさ。もうやっぱ心が弱いやつなんだよ多分ね。あもうソーリーソーリーって言っちゃうもん。言い過ぎなんじゃん。そう。アメリカ人なんか絶対そんな人の後ろ通るの総理なんて言わないよ。そんな。あーあーああこれ敵かよお前。あごめん。やられた。あ俺の上にいたのか。ごめん。ほらまた話集中すると分かんなくなっちゃうんだよね。ごめんね。どっち行ったんだあいつ、あれってさぁ、なんで、はい、ね、ムカつきをね、ソーリーって言ってほしいわ、本当に。言ってくださいって言えばいいじゃないですか。ねあ、言う、なんて言うのそれ、あ、言うソーリーって言えばいいの。また俺がソーリー言ってんじゃん。結局俺が言ってんだよ。ダメじゃん。俺がソーリーって言わないで、あいつにソーリーってどうって言わせればいいの。マストなんちゃらかんちゃら。え、なになに？マストとかはぶっといちゃダメなんです。どうっていうのそれ。じゃあ
We tracked down the Catardus operations, and they were pretty much good. だいたい何年しなきゃいけないってだいたいそういう時に使う英語って。でも You must say sorry とか結局 sorry 俺が言ってるじゃん。sorry 言わなきゃどうしようもなくないじゃん。謝れてじゃなくて say なんとかみたいな。say sorry はダメだよ。アポロジャイスとか謝れみたいなことかな。わかんないな。最終的にデフワール使えばいいんじゃない。いや捕まるよ、警察呼ばれるよ。でもこんなやばいんですか。やばいでしょ、それはやばいでしょ。でもこっちなんか、こっちなんかもうそんな日常茶飯事だよ。だって舌打ちすっかんね、カスタマーサービスなのに。え、何？カスタマーサービスなのに舌打ちすんだよ。サービスしてる、そう舌打ち。すごくない？びっくりだよ。上のも呼べって言われるレベルだ。でしょ。なんかさ、うちの奥さんがさ、なんか洗濯機の、うん、洗濯機がなんか調子悪くなって、あ、やべ、うん、また話してたらやられたよ。ごめん。それでなんか、保証、一年保証かなんか入ってたから、電話したんだって、洗濯機の会社に。はい。それで、まあ普通だったらさ、ほら、症状はどうですか？保証入ってるんで、じゃあ、明日、誰か送りますとかさ、家に呼びますよとかって言うじゃん。うん、そしたらさ、はい、洗濯機壊れてるんですけど、つったら、最初に、一番最初に最初から散ったからね、舌打ち。なんかその舌打ちに深い意味がないとか、そういう。いやなんか、こう、反射的にやっちゃうだけみたいな感じ。でも、ビーグルさん、やられたら嫌じゃない？プレイステーション4の調子悪いんですけどって電話したらさ、って言われたらめっちゃ腹立つ。日本人だったらそうですけど、アメリカだったらそういう感じあるのかな。ああ、いや、ないよ。それないでしょ。ないよ。だって、かおりさんのほら、お姉さんの、うん、あ、はい、待って、ここ無敵なんじゃない？いや、旦那さんだってあれでしょ、うん、アメリカ人、絶対そんなのやんないでしょ、舌打ちなんて。イギリス人ですよ。あ、いや、ごめんなさい、イギリス人ね、ごめん。ああ。ね、もう弾がないんですよ、一発も。ちょっと、ボッコボコにされる、これやばい。どうしたらいいですか？弾がないんですけど。弾がないんだったら、殴るしかない。弾作りなさいよ。やだ。弾作りなさいよ。変態。いや、待ってよ。なんで、もうさ、ビーグルさん聞いた今の、なんかさ、かおりさんおかしいよね、最近ね。おかしいの100円なんでしょうが、私変な名前で呼ばれてんですから。その名前なんて呼ばれてんの？また死んだ。もうやめてよ。なんて呼ばれてんの？一物さんって。言った。やめて。ビーグルに。ああ、もう。いじめられてる。なんなの、マジで。腹立つな。前回の。やられちゃった。また見ないやられた。なんか前のディビジョンの動画でそういうのあったんです。はあ、そうなんだよ。かおりさんがさ、その時の裏話していい？じゃあ、ここで。まあ、これ見てる人も多分ディビジョン見てる。うんうん、なんか知らないけど、かおりさんがレニー・クラビッツの話をしてきたんだ。あ、そうそう、レニー・クラビッツが、映画に出てましたよねとかって言ってきてさ。あ、そうそうそう、はいはい。で、百人さん知ってます？レニー・クラビッツポロリしたんですよとかって言い出してきて。ねえ、ここ無敵じゃない？俺思ったんだけど。本当だ、すごい。ポロリしたんですよとか言ってくるわけ、かおりさんが。で、うん、で、俺さ、なんか別に大したこと思ってなかったんだけど、ずーっとそれ言ってくんのね、かおりさんが。ずっと言ってないよ、そんなに。知ってます、百円さん。レニクラビッツポロリしたんですよ、つって。で、なんかもう、インターネットにレニーのなんか、あれが、あれ、やばい、やられた、この上で。じゃあ、無敵なとこにいたんじゃなかったんですか？本当だよね。無敵じゃなかったみたい。ありがとうございます。
レニーのあれがあるんですよみたいな話になってさ。でも私見たことないんですよってやたらアピールしてくんのね。そんなさ、怪しすぎるでしょ。そんなさ、なんで、じゃあなんで、ね、ネットにレニーのあれがあるって知ってんだろうと思ってさ。だから日本のサイトで、あの、文字とあれだけ見ました。マルヒって書かれてる。そんなところで誰が得するんですか。まあレニーのファンですよね。うん、なんかまとめサイトみたいなので見たんですよ。なんかレニーの物、海外のなんかミュージシャンとかのなんかそのニュースとかが載ってるようなまとめサイトで見たんですけど、うん、あ、そうなんだ。まあいいや、俺レニーの物に興味ないし。いやでも LINE で送ったやつ見てくれました。だからいや俺あえて、それもいいやと思って、香織さんにその返信するのなんかもうする。ちょっと見たいと思ったから、せっかく送ってあげたのに。あのさ、いや見たいわけねえじゃん。てかさ、ビーグルさんさ、例えばよ、ビーグルさんがさ好きな男の人って誰？芸能人で。男の人いる？誰か。まあでもどうなのかな、誰だろうな。もうか軽く考えていいよ、軽く。全然尊敬してるとかそういう。うん、それいい、それでもいい。それだったら誰だ、それでも出てこない。死んでる人でもいいよ。キャプテンさんとかどう？じゃあ大塚明夫さんとかですか、ね、大塚明夫さん、OK。で、じゃあ誰かじゃあ俺が、あのビグルさんつって、実は大塚明夫さんポロリした動画がインターネットにあるんだよつって、で、俺それ持ってんだけど見たいって言ったらさ、見たいって言う？言わない。言わないよね。でさ、それがさ、例えばさ、じゃあ、佐々木希さんの、実はポロリ動画、ポロリ写真があるんだよってさ、言ったらさ、で、俺はその持ってんだけど見たいって言われたら、まださ、なんかまあ、ちょっと見てようかなって思わない？まだ。まだまあ。まだでしょ？大塚さんに比べりゃ、まあ、それはまだ見たいかなと思うじゃん。さ、かおりさんはさ、なんか知らないけどさ、男の俺にレニークラビッツのその、ブツの写真をさ送りついてるのか知らんけど見ませんか見ませんか言われてもさ、見たいわけないじゃん。あ、ちょっと死んじゃった。だったらそれを他の女性の写真だとまださ、わかるけどさ。どうしよう、誰なんて送ってあげればいいんだろう。いらねえよ。送んなくていいらないっていうの。人のブツの画像を送る。ほんとだよ、そんな別に、そのさ、レニーのやつ見なくてもさ、俺も同じもの持ってんだからさ、別にレニーのやつ見なくてもいいっていうの。想像とかよくわかってるし。そこなんすよ、俺が言いたいのはさ、なんで男の俺にそのレニーの、まあそりゃね、まあ黒人だとかっていうことで言えば、まあそうなのかもしれないけど、やっぱほら会話になったから、やっぱ、ちょっと知りたいかなと思って、せっかく的なところで。何を知りたいの？何を知りたいの？知りたいかなと思った。男が見て、男のこれってこうなってないと思うわけじゃないの。それ同じだよ、もう全部そんなもんは。なんか2本生えてるとかないですけど。気持ち悪い。それちょっとリゲさん気持ち悪いよ。2本生えてる。要はそういうぐらいないと別に。いや、それでも見たくないわ、その気持ち悪い。そんなもん。やばい。どっちにしても見たくないは見たくないわ、ね。見たくないな、そんなのは。どうでもいい。ここちょっと難しいね。もうね、かおりさんがまず LINE でレニーのブツを送ってきてる以前に、もうレニーの話振ったことでここクリアできなくなってる。わあ、気が散ってるよ。くだらないこと言うから。誰か一人生き残ってりゃなんとかなるね。そうだね。誰か生き返れる？かおりさんの動き見とこう。あ、生き返った。誰か生き返る。あ、なんで生き返った？あ、ウェーブ終わったってこと？すごい。多分というより時間経ったから多分リスタートしてる。私もうね、あれがないんですよ、何も。ビーグルさん助けに行こうと思ったのに。殺された。あと9、8、7、6、5、4、3、2、1。
私弾がねもうね一発もないの。あーあーそうなんだ。うん、でもこれほらなんだっけ、拳銃にしたら無限じゃなかったっけ。拳銃どうやってするんですか。あーあーでもあーあー待って待って、あーな、1回って言ったのかよ、しまった。あ弾あるよ、香織さん、ここに香織さんのとこに弾が。ちょっと待って、何で拳銃にするんですか。あ俺取っちゃった。そしたらみんな回復すんの、俺取ったら。あれ多分みんな回復するんだ。どこに弾があるんだい。ありが、俺が取っちゃった、俺が取っちゃった、香織さん。おやばい、香織さん。ん、ちょっと待って、弾がないの。大丈夫、俺が直した、俺が直した。よし、よし。あ、いや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 。やばいやばい、拳銃ないからこれきついな。なんか武器落として。ね、いやでも、ね、あの素手でね、タイマー張るからね。へい。これでも拳銃じゃ、あの手榴弾使えないの、手榴弾。あ、手榴弾あるし、ね、持ってない、全部投げました。投げちゃったな、うん、あ、そっち行けば大丈夫。あー、弾当たった、出た出た、よっしゃー、やったー。これどうしたらいいの、武器が欲しいな。見ました、今殴りでね、3体倒したんだよ。なんか、標準がおかしいことあるんだよ。ごめん、香織さん、見てなかったわ。申し訳ない、頑張ったのに。弾ってか拳銃ないね。うん、あ、ここ弾薬クレートが、あ、ありましたよ、弾薬クレート。いや、あ、あ、あった、うそ、あったあった、デレレレ、よし、あいや、これは強そうだな。いいの、ただリロードがものすごい時間かかる。これやだな。さっきのプシュプシュ出すやつがいいな。1キルだったんだけど、あれって。これやだ。あー、これいらね。これやだ。あー、3点バーストじゃん。絶対いらない、こんなん。嫌い、3点バースト。これはやだ、これ、もう一回順番守ってはーい、おいもう一回順番守ってない、この人見せない、ね、も時間かかるんだ。しゃあ、お、それいらないやつでしょ。あー、カスだな。おかしいな、2人とも年上のはずなんだけど。2人とも年上ってどういうこと、譲ってくんないってこと、若いものに。いや、なんか一番時間かかるよな。こんなゲームに年は関係ないよ。そうだよ、いつまでも若者の心は持ってるんだ、僕たちは。そうだ、まあそれより。うん、やだな、ちょっとそろそろどけって思われて。で、歌もこれでいいんですけど。あー、もうこれリロードがクソ長いわ、やだ。てか、ショットガン欲しいんだよね。出ないなぁ。うん。あ、これなんか結構レアなのかなぁ。やだ。なんかちょっと、俺、香織さんの言い方が真似しちゃってる、オカマっぽくない。おい、オカマじゃないよ。あの時の記憶が。オカマじゃないよ。あの時の、いや、違う、香織さん、女性じゃん。だから俺もなんか女性っぽくなってきてるってこと言いたいの。やだーみたいな。なんでこうなっちゃったの。ねえ、これさ、弾がさ90発しか持ってない。ちょっと彼さんどいて。それショットガンじゃないの。それちょうだいよ。うん、これにしよう。もう次出るやつでいいや、もうめんどくさい。大塚さんで思い出しましたけど、今度なんか大塚さんが主演のドラマ始まるらしい。あー、なんかそれ記事で見たかも。いや、これにしようか。サブマシンガンでいいや。あー、なんかもう最後もう一回だけやりたいな。あー、もう声聞こえてきてるよ。なんで開けたんだー。あはは、来てる。誰で開けたのは。俺ではない。僕でもないです。ここさ、グルネード投げまくってりゃいいんじゃない。だって、弾無限なんでしょ、ここ補充。ほら。
そうですね。確かに。へへへ。やったぜ。やったぜ。この武器やだ、やっぱもう一回。ラストチャンス。来てる？敵。煙で見えない。さようなら。なんか見えづらい。うわー、怖っ。あ、これもしかしてまたバイザー使うんじゃないの？バイザーって？上上、上ボタン、上ボタン。十字キーの上。あ、声が聞こえてきてる。ロボット軍団。十字キーの上。あ、でもこれ、あ、本当だ。これ強いな。あー、でもこれリロード時間かかるやつか。うわー、これいらねえ。お、なってくるとリロード時間かかるのきついですよね。これちょっときついね。強いけどね。これもすごいリロード時間かかる。あー、なんか声がすごい聞こえる。わー、後ろ来てるよー、鉄さん。セクシーなお、セクシーなお姉さんが来ましたよ。あんなお姉さんに迫られても嬉しくない。女性は女性です。いや、心広いな、セクシーさん。女性だったら何でも受け入れるよ。なんでも。でも受け入れたらちょっと自分もゾンビになりますよ。大丈夫。死んでますよ。ゾンビになったら幸せだよ。わかんないもん。死ぬまで愛を、愛を。お肉食べ放題だし。ゾンビになったら。そうだね。食べ放題っていう感じ。なんでさ、日本ってさ、ごめん、また下ネタなっていい？はい。英語でさ、英語でさ、エッチなことさ、メイクラブって言うじゃん。はい。日本語でそれなんて言うの？メイクラブってさ、なんか言えないよね。メイクラブってね。愛を作るみたいな。英語だとその性行為のことを愛を作るみたいなこと言うわけよ。かっこいいじゃん、なんかさ。じゃあ、愛を作ろうぜって言えばいいんじゃないか。ダサくね、そんなの男言ってきたら。おい、愛作ろうぜ、今晩。なんかヤンキー臭が半端ないでも黒人さんが言うとかっこいいのよ。Let's make love みたいなさ。あのかっこよさ何なんだろう。大体カタカナだからな。愛作ろうぜって何、もう娘みたいな、なんかわかんないけどさ。なんか嫌じゃない。子作り的な。なんか子作りっていう言い方もなんかダサいよね。あんまりでもそういう用語、日本、大体外来語多いから。そうだよね。なんであんなかっこいいんだろうね。なんかさ、ボーイズトゥー…かっこつけて行ってみたらいいじゃないですか。あ、俺が嫌だよ、嫌だよ。でも、ボーイズトゥーメンの、ボーイズトゥーメンって知ってる？なんか聞いたことあるけど、なんだっけ？あの、黒人4人のさ、人のさ、あの、歌ってるグループ。あ、はいはいはい。はいはいはい、知ってます。あの人上手な人たちだ。あ、そう。あの人たちもさ、なんか、ママっていう歌知ってる？知らないです。ママ、まあお母さんね。なんか、ママー、はい、ママーってずーっと言ってるわけ。うん。それさ、日本人がそれ歌ってたらめちゃくちゃ気持ち悪くない？気持ち悪いです。お母さん、お母さんずーっと言ってんのね。なんか、なんでさ、黒人の人がそれやるとさ、なんか、そのママの歌すらさ、なんていうの、かっこよくなるのかなって思う。卑怯だよね、なんかいいよね。黒人補正みたいな。うーん。ほら、おふくろさんって歌あんじゃない？うん。ショットガン来た。あれもさ、なんか、まあ、まだギリギリじゃない？ギリギリじゃない？おふくろさん。おふくろさんってなんか言い方が渋いからまだ。ああ、そうだね。確かにね。でもジャニーズがママの歌歌ったらやっぱ弾くでしょ。弾く。ママは最高、僕を子供の時からおむつを変えて、おっぱいもくれたみたいな歌歌ったら、みたいな。気持ち悪いよ。まあ、でも聞く人が聞けば別に。いや聞く人が聞けばって、誰が弾いてもドン引きでしょ、そんな。誰が聞いてもおかしいよ。嫌だよ、そんな。多分なんかものすごい混ぜ込んだ人とか聞いたら共感できるとかあったりするんじゃない
共感しちゃうの。いや微妙じゃねえ。そういうの表に出すのがちょっとあれって人はいるね。まあね。あ、この武器返ってきた。これだこれだ、俺がさっき使ったの。それとも黙ってきゃいいじゃんって。わざと言うことがない。まあね。いやでもそれが売れるんだよ、アメリカだと。その黒人の人が歌うとさ。身内に対する感謝とか、他人に言ってどうなるのって。あ、後ろから来て。うん、うん。パパの歌とかどう？パパの歌。いや、もっと気持ち悪い。でもさ、あれ、あるじゃないですか、パパの歌って。誰？誰が歌ってんの？なんか、パパがくれた、なんとか。そんな歌あったっけ？パパが、ドドレとなんとかが出ないの？それ、カスタレットの歌じゃないの？うん。それでは、この世的には、パパの歌とはみんな多分認識してないと思うよ。しかも、パパ出てくるの最初だけじゃん。それ。パパがくれただけでじゃん、それ。感謝も何もないよ。パパに対する感謝の曲。違うよ。それ関係ないよ。感謝してる割には最初しか言わないって。ほんとだよ。それ、それある意味であれじゃん。ママがご飯作ってくれた。ご飯を、だからそんな類のことでしょ。ママがくれたなんて。そうそうそう。なんかご飯とかどうとか言っといて米の話歌に変わるみたいな。そう俺が言ってるのはおふくろさんとかさ、あの母ちゃんが夜鍋をしてぐらい、うん、その人たちをこう、うん、メインに歌ってる歌だよ。はいはいはい。カスタネットの歌関係ないからね。ヘイヘイホーとかどうですか。ああ、予作ですか。それも関係ないじゃん。予作のこと歌ってるじゃないですか、あれは。うん、そうだよ。誰ですか、予作って。予作って誰ですか。だそれ架空な人でしょ、それ。あ、そうなんだ。いや、だって何かしらモデルとかいるかもわかんないですけど、多分架空です。ああ、まあ、うん、歴史上の人とかそういう有名な人ではないと思うよ。わかんないけど、そうなのかな。でもほら、予作がお父さんっていう可能性もありますよね。あー、何、予作の息子が、うん、歌ってる可能性があるってこと。そうそうそう、それを、うん、あー、まあ、北島三郎でしたっけ、あれ歌ってる。そうだね。まあ北島予作でもね、北島三郎本人で、北島三郎本人で歌ってるないかもしれないけど、でもそれ検証できないからわかんないな。確かにそうかも。もううん、サブちゃんのお父さんかもね。いや、でもそんな木こりやってるような時代の人じゃなくない。木こりってだっていつの時代だよ。1800年とかじゃないの、木こりが活躍したのって。え、もう今っていないんですか、木こりって。全部機械だよ、もう。林業やってる、そういう会社の。そっか。木こり。てか、ビーグルさんで多分木こりなんて聞いたことないんじゃないの。なんか動画とかでしか聞いたことないです。だよね。僕のお父さん木こりやってますって聞いたことないし。木こりって言い方すらもしない。まあちょっと木こりって聞くと笑けてくるな。面白いな。なんか金の斧の銀の斧の話でしか。ああ、はいはい。確かに。聞いたことない。ちょっと待って、なんかある、ここに。ヘイヘイホー。そこしか知らないでしょ。ヘイヘイホー、はい。ちゃんとした歌知らないでしょ。ヘイヘイホー。知ってますよ、予作は木を切る。ヘイヘイホー。ヘイヘイホー。軽っ。朝から木を切る。ヘイヘイホー。ヘイヘイホー。はい。そうでしょ。ダン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 ダダダダン。あ、トントントンになるんだ、途中から。トントントン。でもさ、それのどこの要素を聞いてサブちゃんのお父さんかもってなるかな。なんかやっぱお父さんリスペクトしてるみたいな、木こりをやってるお父さんを。なんかお父さんなんか全然違う仕事だったけど、なんか毎日なんか聞いた関係なさそうだけどな。カブちゃん、カブちゃんって、サブちゃんの。誰？違えた。カブちゃん。
ああめっちゃ来た。カバちゃんと食べた。ごめんごめん。新しい曲が生まれた。カバローみたいな。危ない。危ない。なんだ。いる？まだ。いや下にはいなさそう。オッケーです。こっちなんか中あるんじゃないの？ないかな。上か。ん？これ何？かいな。ん？なんか向こうから後ろから湧いてるけど敵。え？嘘。あっちなんかあんの？てかマーカーとかなんもないのになんでこっちってわかんの？なんかとりあえず前方に進んでいけばいいのかなってゲームってそういうもんですよ。まあそうだね。でもそうじゃないゲームが出てきたら香織さんは大変な目に遭うんですよ。そうなんですよね。一生ゴールにたどり着けませんよ。永遠に弾ようことになる。あれ知らないな。弾が。弾薬。よっしゃあ。しゃあ。うわ。あ。この武器最高だな。うん、これ好き、気持ちいい。カシャカシャ、これ何打ってんだろう。玉ですよ。いやいや分かるわ。それはそれ言われないでも分かるよ。玉だけど何なのかな。ショットガンじゃなさそうなんですよ。弾撃つ以外の銃ってあるんですか。その分かんない。注射撃つ銃とか睡眠銃とかじゃないの。あ、はいはいはい。そしたらその麻酔銃の弾って結局言いますよね。あー、まあ弾だね。その弾っつったら下ネタだ言われるしね。弾ったもんじゃない。弾から一物の話になって。一物。No, no, no, no. I remember this place. 本当だよ、もう。What are they doing to me? Dr. Salim, what am I seeing? なんかハゲ出てきた。Oh, why can't I move?You must let this go. Stay with me. Relax. Come back to me. Come back to the void. あれ？もうでも45分ぐらいプレイしてるからいい加減もうあれじゃないですか。はい。終わりかな。あ、これ終わりじゃないですかね。あ、終わった？よっしゃ。はい、よっしゃ。この調子でじゃあナイトメアはなんかもう全部。コンプリートできそうですね、ちょっとずつやってったら。そうですね。うん。With quarantine zones unlocked all over the world, we couldn't raise WA command. If we were gonna escape, まだこれ次が始まるんじゃないですか、これ。あー、もう始まってんじゃないじゃん。じゃあ、とりあえずここで終わりにしようかな。どうせ英語で何言ってるかわかんないし。よし。ということで。今日も、楽しい雑談がみんなと一緒にできたと思います。ということで今日のゲスト、ビーグルさんとそして、カオリさんでした。お疲れ様でした。Peace out。お疲れ様です。お疲れ様です。